ここにひっついてる人がいます。いや、一緒にいたい。パパは一人であそこで休憩中、固まってます。新幹線見たいと言い続けてます。何してるの？パパに、パパに変な顔して見せてるの？テンション上がってる。気をつけてね。危ない危ない、転ぶよ。Thank you.
はい、皆さんカメラ目線でお願いします。あっちカメラ、いい運動会状態です。よろしいですか。はい、じゃあ運動しましょう。祈ります。イエス様おっしゃいました、この小さな子供たちを私のもとに来させなさいと。ハワイの海です。夕暮れ時です。渚を映しながらの、なぎちゃんこっち見て、いいね。だけどそこにあの身をですね、もう取るとそこにこうバナナがあるみたいな。移動します。はい。左。でも大丈夫です。右、シャンクこっちへです。右、顔でも目でもどこでも大丈夫です。マックは、マックはできなかったね、はい、こんな感じですね、やっていく。右、左、左、右、はい、ストップ、一歩下がってください。はい、でおいでしょうか。右、右、左、右。あ、すごいすごい。すごいですね。うわ、これ厳しいですね。いきます。はい、決勝戦です。やめろ。はい、こういうふうにですね、戦争のトレーニングのためのトレーニングなんですけれども、これに合格した人は結構戦争に出れるという、あまり嬉しくないです。はい、皆さん拍手お願いします。またまれ声のポモバナオラケサポタファーサポタファーサポタファーおおカワパトレナシエタトレヨヨヨバレヨヨ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 。男性のヘアスタイルが短くなっています。昔はアフロヘアとしてですね、太陽から得られるマナという力をはめ込むことによって、地位とか力を得られるという、ね、文化がございました。はい、なので、男性はそのアフロヘアを伸ばしてまして、逆に女性はですね、ヘアスタイルが短かったんですね。はい、逆にあの力をもう溜め込まないようにというね、こう文化があります。はい、なので、宗長さんがね、最後、一日最後まで、太陽の光を、ね、得られるようにこう必ず西側に、はい、扉が開くすれば大丈夫。こう切り取って髪をですね、はい、そしてますが、はい、でそちらはですね、目の前、ご覧いただく小さい女性が、はい、髪が、はい、先ほどお伝えしたようにショートヘアで、ママちゃん、ママちゃん、でこちらですね、目の前に、こちら前に見えるのはこちら宗長のベッドなんですけども、はい、なんと宗長以外の奥さんや子供たちが住める、ママ、ここ前の方にね、お越しください。ロハー、マイネームイズカウア、ハッピートゥシーユー、クイックルーラー。
私の名前は川と言います。これからフラレットを紹介させていただきます。はい、you guys ready? 準備いいですか？はい、good。So the first thing we're going to do is we're going to start by putting both of our hands directly in front of our chest. Alright, we're going to put our right hand up. Alright, ladies, roll your fingers just like this. Alright, now we're going to take two steps to the right. やってるなぎちゃん、かわいい。上手なぎちゃん。危ないよ、ショーン君。どこ行くの？降りちゃダメだよ。ショーン君ね、真ん中にいた方がいいよ。だから出発進行は？落ちてもね、パパ泳げないから助けに行かないよ。助けに行かなかった。ジージが助けてくれるって。パパ泳げないじゃん。進行。ママは確実に溺れるけど、パパはママより溺れる。泳げる。
マンマは泳げません。全く。25メートルが精一杯。パチーパチー。何してんの？あ、動き出したの。出発進行だよ。ねえ。出発進行。はい、じゃあこれから始めましょう。はい、行きたいと思います。皆様、改めて。アローハー。アローハー。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、なおさんというのは、はじめまして、私、カイダと申しまして、北海道札幌からやってます。はい、カヌーツアーだけ、ご一緒させていただきます。よろしくお願いします。あれ？他のグループもいたから、ね、中事故を、紹介していきたいと思います。まずカヌーツアー中ですね、できれば、手足顔パワーでいただきたいと思います。パタないでだってよ。あ、それしないしないしない。お手手砂だらけだよ、ショーくん。行っちゃった。大丈夫ですか？あ、もうちょっと行ったかったんじゃない？さすがにそこは。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。冷たい？これだな、これだな、これだな。もうちょっとあんた足を。あ、これでいいと、こんな座り方。どう？はい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 。足つくから全然。深くなるからね。気持ちいい？大丈夫だよ。何もしなくていい。波が来たら怖いね。もくもくと遊んでるじゃん。波が来たら怖かった。いいみたいですね。あれなんか来る途中でちょっとすりむいちゃって血が出てるから海水染みるかもしれない。気持ちいいね、冷たくて。どう？さすがに年中幼稚園生になって。あ、太ももが冷たい。え？よかったらね。お目目がなかなか映りません。あ、冷たい冷たい冷たい。ママ冷たい。お尻が。あ、冷た。ぴっちゃんこになっちゃう。いいんだよ、水着だから。そしてあの、あそこで。もくもくと砂遊びを。海からよ、塩が入ってる。海が辛い。冷たいね。辛いね。海が辛いね。塩は全然なんか来る気ないよ、ね、下向いてそうですね。素敵になんかこう、つけてるね。そんなにあんま深いとこ行ったらさ、顔さ、使っちゃう。横向きに行ったら海岸沿いにね。落ちるか。ダメよ。なぎちゃん、もうお水持ってこないの？バケツにもう一個お水汲んできてよ。なぎ、なぎも山作れ。もくもくとやってます。ありがとう。
張れ頑張れ。ほらほら、いやあ、およ。結局抱っこされてる。ちょっと疲れた。どさくさに紛れてさ、つけてやった。あいつ。お魚もいっぱいいます。見えるかな、映ってるかな、ちゃんと。はい、よいしょ。よいしょ。あ、フィッフィッフィッ。いっぱいお魚映ってるね。ねえねえ、あんなとこいるよ。ねえねえとこまで行ってみようか。よし、もうそろそろ座ってもいいよ。気持ちいい？どう？構えた。はーい。危ない。あ、それは危ない。来た来た来た。いいね。シャンくん。気持ちいい。気持ちいいね。こっち向いて、なぎちゃん。なぎちゃん。今日も大丈夫じゃないか。大丈夫ですね。ピタピタ。今日も大丈夫じゃないか。泣かんでも大丈夫やん、ほら。ピタ。ほら、お手手にある砂がいっぱい。お手手に砂がいっぱい。痛い痛い。何が痛いの？なんかちょっと行ってみたいだけ。怖いのごまかしよ。チビちゃんたちは砂浜にいます。いいねー、ぷかぷかしてるねー。よーし気持ちいいの。あ、ほらほらほら、Thank you.